土佐黒潮鉄道スクモ線。スクモ線は、高知県スクモ市のスクモ駅から同県四万都市の中村駅に至る土佐黒潮鉄道の鉄道路線。駅ナンバリングの路線記号は、TK、土佐、黒潮ラインの略で、四国旅客鉄道、JR 四国土産線、土佐黒潮鉄道中村線との連番、高知駅を例々とみなすとなっている。中村線と共に、 四万徳黒潮ラインと相性が付けられている。鉄道布設法、対象十一年法律第三十七号別表第百三号、愛媛県八幡浜より、宇野町、宮の下、宇和島を経て、高知県中村に、イタりる鉄道及び宮の下より、分岐して高知県中村に、イタりる鉄道のうち、前段の、宇和島を経て、高知県中村に、イタりる鉄道の一部であり、 日本鉄道建設公団建設線、スクモ線を引き継ぐ形で開業した。そのため、起点は、中村線と接続する中村ではなく、スクモである。正式な起点は、スクモ駅だが、列車運行上は、中村駅から、スクモ駅へ向かう列車が下り、逆方向が、上りとなっている。高松駅への特急、四万と上り一本と高知駅からの特急、 足ずり往復が中村線から直通している。車両使用量総裁のため、土佐黒潮鉄道も JR 四国と同系の特急用車両2000系機動車を4両保有している。当初は JR 所有の車両と完全に共通運用されていたが、現在は4両ともアンパンマン列車オレンジとなっているため、一応運用は分けられている。 2012年3月16日までは高松駅からの特急、四万と、が中村線から直通していたが、翌17日のダイヤ改正において、四万と、が高知駅発着に統一されたことにより、高知駅異性の運用を足ずりに置き換える形で、スクモ線内での運用を終了した。なお、このダイヤ改正以降、高知駅では四万と、 足ずりが同一ホームでの対面の理解とされたた、一定の利便性を保っている。2007年3月18日のダイヤ改正時に行われた特急列車の運転区間見直しで、改正前に、スクモ線に入っていた南風4往復、四万と一往復のうち南風下り2本上り3本、四万と下り1本が中村までの運転となり、スクモ線に入るのは、 南風下り2本上り1本、四万と上り1本となった。2010年3月13日のダイヤ改正で南風1往復がスク駅発着となり、スク線直通は南風下り3本上り2本、四万と上り1本となった。2012年3月17日のダイヤ改正以降は南風2往復、足ずり上り1本下り2本、下り1本は臨時。 2014年3月15日のダイヤ改正では、南風1往復、足摺り上り1本のみとなった。2019年3月16日改正ダイヤで、スク線直通列車は、下りが、高知発、足摺り9号、中村18時47分発スクモ19時4分着の1本、上りが、高知行き、足摺り4号、 スくも9時5分発中村9時22分着と高行き、四万と十号、スくも19時16分発中村19時33分着の2本となった。岡山駅スくも駅間直通の南風はなくなり、四万と十号がスくも駅から高松駅まで乗り換えなしで行ける唯一の車となっている。ワンマン運転の普通列車が1から2時間に1本程度運行されており、 中村駅始発、終着の特急列車と接続している。中村駅スクモ駅間の船内列車のほか、中村線直通の久保川駅スクモ駅間の列車が朝と夕方にある。四国における鉄道建設は遅れていたが、1900年、明治33年に愛媛県北宇和郡の有志によって四国循環鉄道建設促進運動が起こされ、この際に初めてスクモが、 鉄道の経路として挙げられた。この運動の影響をもあって、1922年、大正11年4月の改正鉄道不設法別表第103号に予定線として掲載されることになった。1945年、昭和20年には、予算本線、現在の予算線が、1951年、昭和26年には、土産本線、現在の土産線が全通するが、 その後の建設をめぐって争いが展開されることになった。私鉄の宇和島鉄道が建設した路線は国鉄が買収して宇和島線、現在の土線となり、1953年、昭和28年に江川崎まで完成していた。これをそのまま、久保川まで延長して四国循環鉄道を完成させる久保号線の構想と中村、 スクを経て海岸沿いに宇和島までを結ぶ層が対立した。しかし最終的には両者とも建設する方針となり、1970年、昭和45年に中村線、後の都作路仕様鉄道中村線が、1974年、昭和49年にヨド線が全通した。スク線は四国循環鉄道の海岸周りの路線の一環として計画されたもので、 宇和島、中村間が1962年昭和37年3月29日に調査船、1964年昭和39年6月25日に工事船となった。発足したばかりの日本鉄道建設公団、鉄道公団に対して9月28日に松浦周太郎運輸大臣がスク中村間について基本計画の指示を行った。 1972年、昭和47年に、工事実施計画の認可が行われ、着工は1974年、昭和49年2月1日となった。当初の歌唱駅名は、スクも、平田、有岡、東中筋、国見、中村で、後に西岸駅として、東スクも、工業団地、具道の3駅が追加された。当初、平田駅付近から、 有岡駅付近までは実際に建設された路線よりも1トルほど北側を経由することが予定されていた。国道56号と2回交差し、東中学校と宿毛工業高校の間を通過する計画であった。しかし中筋川の影響で軟弱地盤となっている地帯を通過することから1978年、昭和53年に計画変更された。これと、 同時期に、有岡駅は、周辺の開発計画に合わせて、起点側、スクモ側へ120メートル動された。しかしこれに関して警備な変更として、工事実施計画の添付書類の変更として、運輸省に報告したところ、工事実施計画の変更として、認可を得る必要があるとされ、最終的には、この変更は1987年、昭和62年の土佐黒潮鉄道による、 工事実施計画認可によって承認されることになった。この経路変更により、約300メートル路線長が短縮された。しかし、日本国有鉄道、国鉄の経営悪化が進んだことから、1980年、昭和55年12月27日に、日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法、国鉄再建法が施行された。 この法律では建設中の地方鉄道新線について、予想輸送密度が4000人、日を下回るものについて、建設凍結を定めており、これに該当した、スクモ線は1981年、昭和56年10月に工事凍結となった。この時点で、スクモ線の工事は、用地の46%、路盤の29%まで進捗していた。 国鉄再建法では建設中の地方鉄道新線の第三セクター方式での引き受けが可能であると定めており、1986年昭和61年2月8日に地元市長らがスクモ線と朝線、五面、那覇り線を統一した大セクターで引き受けることで合意した。同年4月7日に中村線が第三次特定地方交通線に選定され、 これの引き受けも行うことで合意されて、5月8日に、土佐黒潮鉄道株式会社が発足した。1987年、昭和62年に、スクモ線の鉄道事業免許が交付され、3月12日に工事が再開された。この際の工事施行計画により、 宇和島基点5 4零0 0 0ルから7 8十四1 3 4メートルまでの工事であったものが、スクモ基点に変更されることになった。建設再開当初は最高速度時速1 0 0トルで計画されていた。しかし、高速道路の建設が進展して、高速バスとの競争が見込まれることから、JR 四国が振り子式の2000系を導入して高速化を図って、 イタコに合わせて高速化事業を行うことになった。元より直線主体の線形であったこともあり、緩和曲線の延長や分岐器の改良など小規模な、もので済み、計画で2億円、実績で1億8500万円の高速化事業で、時速 120km 対応とされた。1997年、平成9年10月1日に開業を迎えた。 全駅高知県に所在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。